ウイスキーのソーダ割り作るときに注意してほしいのはソーダの注ぎ方なんですよ。土のバー研究室へようこそ。今日はウイスキーのソーダ割り、巷で言うとハイボールって言われてますけど、それのソーダの注ぎ方、お家でやる場合ね、こういう風に注いだ方がいいよっていうのをちょっとやってみたいなと思います。いろいろあるんですよ、ソーダ割りって。まずグラス冷やして、でウイスキーと温度合わせて、その後注いでみたいな、やることいっぱいあるんですけど、それを1個に集約すると見てる人も辛いぐらい長さになるので、今日はね、注ぎ方だけやっていきたいなと思います。では行ってみよう。ウイスキーでやるとちょっと分かりづらいので、ブルーキュラソー、青い色をちょっと使って分かりやすくちょっと違いを見ていただきたいと思います。まずこれよくやりがちなんですけど、氷にソーダを当てて注いちゃってるパターン、ちょっと注ぎますね。まず急激な温度変化が起きるので炭酸が飛びます、炭酸が飛んでっちゃうんですね。でさらに見ていただければ分かるかな、下の方が青くて、上の方が透明なっちゃうんですよ。こうなると混ぜようとした時によく混ぜなくちゃいけなくなっちゃうので、さらに炭酸飛んじゃうので、美味しいウイスキーのソーダ割りにはならないんです。だからどうするかっていうと、氷に当てないように隙間を通して注いでほしいんです。これだとここかな、いきます。もうはいって感じで、これ見たら分かります、これ今これ注いだだけでもうほぼ混ざってます。こっちは炭酸がお酒を混ぜてくれて、だけどこっち氷に当てた方はお酒が下に溜まっちゃってる状態っていうのが起きちゃうので、これだいぶこれ違うでしょ。同じことです、やったことは。ただ氷に当てないように隙間を通して直接ウイスキーにお酒に当てた場合、このようになって、お酒に当てず氷に当てちゃった場合、こういうふうにお酒が下に溜まっちゃう、溜まっちゃう、違いが出ます。全然違うよ、全然違うんですよ。下真っ青っすよ、左側、はい、こんなに違ってくるんですよ。わあ、右側綺麗、という感じで、こっちをじゃあこの色にしようかなって時どうなるかって言ったら、もうさ、こうやって混ぜるしかないんですよ。おう、一緒になった。で、そうすると一緒になるんですけど、でもはっきり言って炭酸は断然こっちの方があるわけ、で、こっちは若干もう本当ちょっとふわってやるだけでもう完全に混ざってますけど、こっちは今ねぐらいガチャガチャってやらないと混ざってないんですよ。でしかもこれでも下手したらよ、下濃いね、濃いかもしれないんです、そうなんですよ。だそのだけ注ぎ方によって美味しさが変わってくるってことです、一体感が出てきます。で最初のやり方でしたらもう最初なんかずっとソーダだなみたいな、スカスカだななんだこれみたいな、で最後の方なんだ濃いやみたいなね感じになってきちゃうんですけど、そうすると一体感が出てすごく美味しいウイスキーのソーダ割りになったりしますので、ぜひともね、お家でやる場合は瓶じゃなくてね、ペットボトルと炭酸とか使うと思うんですけど、でそういうものをね、氷に当てないようにグラスに当てないようにその隙間を通すように注いであげるとすごく美味しいソーダ割りができますので、やってみてください、というわけで今日はこの辺で、また YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。あ、撮ってます。はい、撮ってます。ウイスキーのソーダ割り作るときに注目してほしいのはウイスキーの、あ、ウイスキーのじゃない。こっからやろ、こっからやろ。こっからやろ、はい。いきなしもうさ、ブルキュラ注いでるところからやっちゃう。あ、それでもいいかもしれないですね。もう今流れてるんです。ちなみに回ってます。出た回ってますパターン。今日は、はい。
素材は多めの方がいいでしょ。そういうことか。まあ、この辺は別に使わなくていいと思うんだよね。家庭でさ、ここまでやらないですよね。そうですね、うん。もう冷凍庫ぶち込んどけばいいんですよ。ああ、まあ。グラスも。そうですね。うん。うわ、綺麗。それか、こうしてみる。えぐい。あ、えぐい。えぐいわ。これいい。いいね、いいね。OK だね。